はい、皆さんこんにちは。レナです。タカです。ヘルキブログです。はい、ということで今ね、チリに入国してきました。サンペドロでアタカマ、めちゃくちゃ古い町に来てます。そう、チリで一番古いって言われてる町なんですよね、ここ。めちゃくちゃ可愛い村だよ。そう、町全体がね、日干しレンガで、まあ、平屋建てのね、家がずらーっと並んでて、めちゃめちゃ雰囲気あって、砂漠の中のオアシスみたいな町です。そもそもね、ここはアタカマ砂漠っていうめちゃめちゃでかい砂漠で有名なんだけど、今日は温泉に行きます。はい、私たちは昨日12時間バスに乗ったから今日はリラックスって言っても、温泉の温度はね30度ぐらいって言ってたから、日本ほどね快適な温泉ではないけど、だからちょっと昼からね温泉に行きます。ちなみにね、朝と夜はねバリクソ寒い、マイナス5度とか多分いってんじゃないかな。寝る時もめちゃめちゃ凍える。いってるでしょ。いってないらしいです。肩がなんでかわからないけど、ちょっとおぼっちゃまで、めちゃめちゃ寒かった昨日。寒さに弱いんですかね。昼はねかなり温度も上がって20度以上まで上がると思うんだよこれ。まあ、砂漠の近くだから昼と夜のね寒暖差が激しいっていう町です。ということで今から温泉まで行きます。はい、ということで今温泉のところに来ました。なんかね、ここバレーになってて、500メートルぐらい下に降りると温泉のプールが何個かあるらしいです。なので今からね下っていきます。ちょっとほんと周りの景色がすごすぎる。はい、今ねちょっと500メートルぐらい降りてきました。エントランスです。まあ、海外の温泉なんでみんな海パンとか履かなきゃいけないんで裸ではないですね。この雰囲気はなんか全然日本の温泉と違う。まあ、確かにね、どちらかというとなんかロッジに来てるみたい。ということで今から着替えていきます。ちなみにね、ここの、まあ、温泉プールは8個のプールがあるらしいから、一番温度が低いところで28度、一番高いところで33度かなってな感じで、とりあえず着替えます。見つけました。ハロー。これに入ろう。今ねちょうど誰もいないからプライベート温泉みたいになってる。そう、めちゃめちゃ綺麗じゃない。温度どのくらいか触ってみるか。めちゃくちゃいい感じ。暖かいですか。暖かい。すごいね、今これは上からね水が流れてて、このままここから下に流れてて、あっちにもね、あの奥にもまたプールがあって、この景色見て最高じゃない。こんな大自然の中帰りましょう。お、プールからプールの移動が鬼のように寒い。皆さん最高でございます。タカがストーカーということが分かってる。どういうこと。あ、下にお、ね、かわいいお姉ちゃんを見てるでしょ。そう、ここの景色最高。かわいいお姉ちゃんもいっぱいいるから最高です。最悪の彼氏です。婚約者です。マジで気持ちいいわ。景色も最高やん。皆さん、アタカマに来たらね、ここの天然プール温泉おすすめです。やっぱ日本人だからね、こうあったかいお風呂に足伸ばすとね癒されますわ。すごいよ本当に、後ろに崖みたいな景色があって最高だね。ちょうど今太陽がね山に隠れちゃった。ちょっと一回立ってみて。なんで。どんぐらい寒いか。
もう出ない。水温30度ぐらいだけどね、外気温は多分10度ぐらいかな今。でもこれからはどんどん寒くなる。やばいね。ちなみにね、ここの下にももう一個プールがあります。すごいよね、マジで全部のプールがね、繋がってんだよね。めっちゃあったかいし、これくっつかないで。はい、ということでもうちょっとね、上のあったかいプールに移動します。でもその前はめっちゃ寒い。行くぞ、もうこれ頑張って走るしかない。そう、おお、寒い寒い。鬼の、おいおい逃げないで、寒い。やば、マジで寒い。あー寒い。もう一個上行こう。あああ、やばい、あー寒い。一番すごい。本当はすごい。温泉の通路みたいになってる。そう、温泉通路。やば、めっちゃ綺麗じゃん。奥まで行きましょう。不思議だよね、川みたいなのにさ、めっちゃあったかいっていう。すごいよね、なんかもういろんな景色が楽しめる。そう、ここにはちっちゃい滝がある。でこっち見ると通路になってて、今ずっとあっちから歩いてきてここにたどり着くっていうね。やばいな、レナに来てんかな。レナが消えちゃった。怖っ。あ、はい、街に戻ってきました。すっかりね、暗くなりましたけど。はい、ということでお腹ペコペコなのでレストランに入ります。どこがいい？中にしよう。はい、今これね、なんかチリの伝統的なスパイシーソースをパンにつけて食べるっていう、うん、めっちゃ辛いよ。どれくらいスパイシー？多すぎる。大丈夫だと思う。なんか後からじわじわね、口の中ピリピリしてくる。もう見た感じ辛いもんね。でもめっちゃ美味しいね。美味しいね。来ました、ビーフマッシュルーム添えとライスとフレンチフライ。めっちゃ美味しそうだね。レナはアボカドサラダとライスとチキンのグリル、パイナップルソースかな。いただきます。デザートも来ました、ティラミスとクレームブリュレ。めっちゃ美味しそうや。全部私が。おい、よこせ。食べ終わりました。めちゃめちゃ美味しかった。でね、こういう感じのね、いい感じのレストランとかね、いっぱいあるんだよね、アタカマには。もう本当に観光地っていう感じだから、観光道。そう、1本しか道がないんだけど、そこにツアー会社、ホテルを持ってるレストランがもうずっとつらあったらね。で観光地だから値段はね、ちょっと高いです。レストラン行っても1人まあ1000円ぐらいかな。だから2人で食ったら2000円ぐらいかかっちゃうから、まあ、日本とそんな変わんないぐらい。高いっちゃ高いけど、まあレベルは高いんだよね。美味しいです。ハロー。はい、ちょっとワンコ入ってきちゃいましたけど。でね、明日はアタカマ砂漠に行きます。そうです。ということでまた明日会いましょう。バイバーイ。かわいそうに締め出されました。はい、ということで今日はね、アタカマ砂漠行きます。おお、すごっ。少しで夕日が沈みますけど、景色がすごい。